走り高跳びの1メートル95の1回目がただいま終了しました。第一の走り高跳びや岡山高専の吉富君3回目1メートル95に挑戦です。ジャビリックスの5回目に大津コーチの小笠原君が64メートル80を投げてトップに躍り出ました。走りたい男子の走り高跳びは静岡岩田流陵の太田君2メートル1 3回目45秒、45秒。